Okay, guys, it's finally here. The last episode of Haikyuu Season 4. To the top. I'm so sad that it's gonna end here. Because we're gonna have to wait for the movie to come out. It's gonna come out this year, but in the theaters. We're gonna have to wait even longer to watch it on site. So, yeah. It's gonna be really painful. Let's just go and watch it. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And ikuze. Kono ichi, kono ai, kono gakudo, don pshari. That was cold. Don Pshari. Boom. This was... Wait. We have to figure out whose point is this. This is hard. You see Hinata, let go of it, and then Kageyama maybe. I know it's both of their point. Yeah, this shot was insane. I love how they actually expressed the ball falling into the court. Damn. Jump on him. No, Tsuki tired. Tsuki's just tired sitting there. Look at him. No. And then Yamaguchi goes for Tsukishima, of course, his husband. Oh. This is gonna be so fire match. No way. That's fire. Nah, he got to admit that Hinata has changed for the better and that he's just insane now. Which one is it? Wait. I'm gonna be setting to you one day. What? The cutoff. いなりざきに飲まれていた。本当に。ありがとうございます。飲むしれや。敗者に拍手なんかいらんね。やかましいわ、あつ。こわ。え顔に出とんねん、お前は。医者にはな、いつだって称賛じゃボケ。結果より 家庭が大事と大人が言うて、子供はいまいち納得せん。ギターの方が少数派やと思うで。Damn.
優勝候補とも言われていた稲荷崎高校ですが、敗因は何だったでしょうか。 Bro, just if Karasuno won, then just do interview with them. 私のミスです。だが、確実に選手躍進の一戦でした。すいませんでした。謝って少しでもすっきりしようと思っとんのか。そんなんとちゃいます。けど謝んのはほんまに悪いと思っとるときにしや。俺もさっきの速攻が間違うとったと思えへんねん。 It was just that Hinata and Kageyama knew they were going to do it. 本番でやろうとすんのは嫌いやけどな。ラストのあれは相手が悪かったんやろな。せやな。お前らがノリノリの時、他のやつは大抵置いてきぼりになるんやけど、今回に限っては向こうも同じくらいノリノリやったんやな。 Yeah, Hinata really was the MVP of this match. そんな試合想像できんのと違うか。ええな。今北さん笑っとったな。Is it rare? 試合中も何回か笑ってはりましたよ。マジか。So I guess it is rare. やっぱり悔しいな。今までちゃんとやってきたし、後悔なんかないって言い切れる。俺にとって結果は単なる副産物なのも変わらんのに、なんやろな。どうや、俺の仲間すごいやろってもっと言いたかったわ。Damn, I love him. 言ってくださいよ。孫の代まで自慢できる後輩になりますから。それは楽しみやな。田中、何分そうしてんだ。服着ろ。ジャージ2枚着てるよ。月島までシャトルン仕掛けてんの初めてだな。あ、西野屋、そこで寝んな。でもいつも真っ先に気絶するやつが起きてますね。あれだけ動いたから逆に眠れないのかも。今日多分他人のその瞬間を目撃した。ハルコは2日目、こいつがもう一段深くバレーボールにはまった日。ふぅ、God damn.This is the last time we hear this.I wonder if it's gonna be in the movie.Because if it's going to be in the movie, then it will have to be there like 3 times, right? 3 or 4 times.That cut shot was nasty. Calm down. Damn. Oh, Karasuno が Mion's 倒してる。気づいてなかったのかよ。すごい騒ぎだったじゃん。俺 Mion's ともやりたかった。確かに僕とさ、今日は集中してたな。昨日の初戦こそふわふわしてたものの。それ以降の調子は上々。いや、やめよう。こういうこと考えて欲を出すと良くないことが起こる気がする。淡々と行くんだ、淡々と。赤足がまた考えすぎてる。なんか私カラスノのファンになっちゃいそう。ねえ、カラスノって次どこでやるの。猫ま、猫ま、猫ま、高校。そこってスグルたちとやったところだよね。どっちが勝つと思う。Karasuno hasn't won against Nekoma yet, right? They have won only like one, two, or just like few sets out of hundreds of sets. Hey, so nan da. Karasuno nori ni notteru ne. Ashita dou suru? Mi ni kuru? Ano kougeki wa nakanaka tommeranenai sho. Da yo ne. Nanka aite no Nekoma tte jimi na kanji datta shi ne.全然相手にならないよね。
余裕っしょ。その言葉覚えておけよ。Nakuma isn't that weak. はい、では続いてスポーツです。山下さん。来た。男子は波乱の展開です。おお。A コート第2試合、最強の双子宮ツインズの稲荷崎高校対東北の古豪、こちらもユース候補の1年生セッター影山飛びを擁する超攻撃型チームカラスの高校。対戦切り込み隊長田中龍之介、力みすぎか調子を出し切れません。つらい。第2戦のミドルブロッカー砂凛太郎の速攻を止められないカラスのブロック。あえてでしょうが。山口うるさい。あー撃った。俺顔がやべえ。ひどいなこれ。お、清水。お、あ、絶対清水お目に映してるだろこれ。美しい。お、朝日さん、何人かやってそうな顔する。かっけえ。いや、集中してると俺こんな顔なの。ひなた。ほらほら、俺のレシーブ。見たか影山。見てない。見てない。木下さん。珍しいですね、僕とさん。ふぅ。あ、見たじゃん。いや、100回くらいリピートするものかと。100 times! 俺あんま映んなかったし、20回も見れば十分。20 times! What the? 高校終わっても変わらずバレーやるし、高校最後の大会だからって、今までと特に変わんないと思ってたんだけど。やっぱもっとみんなとやりたかったな。ボクトさん死にませんよね。あ、俺は130歳まで生きる。3回戦、準々決勝、準決勝、決勝、まだ先は長いですよ。うん、全部勝つ。いやー、影山どんどんすごくなるよな。やっぱ今のうちにサインもらっとこう。あいつサインとか考えるタイプじゃないだろう。ただの署名。よっしゃ、俺が考えたろ。ハートマークとかつけたろ。やめろやめろ。田中も今日すごかったよな。あ、超クロスな。からのキワキワストレート。いやー、That was tough。 あいつマジで淡々とコースを絞る感じ、なんなんだよ、職人かよ。俺だったら絶対手出しちゃうわ。あと今日はひなたのレシーブな。いやビビった。ディグもだけどさ、最後の1点でさ、田中のリバウンドをひなたが高く上げただろ。あ、だよな、やっぱそうだったよな。俺は泣いた。いや、わかるけども、対戦相手には当然負けたくないけどさ、あいつらにも負けたくない。それです。お前対抗して明日いきなし超クロスとかやんなよ。何言ってんだ、そんな度胸はない。あれよ、そこは嘘でもあれよ。あ、それ知ってる、いい匂いのやつだ。クラスの子みんな使ってるんですよ。あ、でもさ、顔とか体ってあんまり洗わない方がいいんだって。 Show the angles right, please. 観察されるのは恥ずかしいな。No! That's Hinata! No! I thought it was Shimizu! No! I thought that was her boobs or like ass. It was Hinata! Bro!試合の興奮を収まらん。すぐにでも試合したい。気持ち悪い。月島、それ嫌味じゃなく本気のやつだろ。傷ついた。猫間高校は堅実という言葉が似合うチームでしたが、攻撃力の高いミドルブロッカーも入り、攻守ともにレベルを上げています。勢いに乗っているカラスの高校に猫間高校なんとか食らいついていってほしいです。Damn, everyone is underestimating
Nekoma. Like, they don't know that they beat Karasuno every single match. Demo sa, oretachi ni Ushiwaka toka Miya Twins taoseru kana? Yeah, that's a good point. But why is Karasuno still having trouble beating Nekoma? Sore ni Gu wa Choki ni katteru kedo, Pa ni wa kattenai to omoimasu. Ma, docchi demo ii yo ne. それを確かめるためにわざわざ試合しに来てんだし、剣馬は多分試合に負けても特になんとも思わない。ああ、でも俺は剣馬に勝つ。おお、They brought this。気になっちゃって大丈夫、お母さんには電話したし。Oh, come on, come on, come on.Oh, come on, come on, come on. いつだって晴れたって No matter 行くよ。 Oh, there's still gonna be something. Yeah, this is a cute moment. I love his grin. Oh, nice. ゴミ捨て場の決戦、俺が見してやるぜ。Battle ゴミ捨て場の決戦な。あ、俺は他人に教える真似事を始めてからしばらく選手に俺と同じこと、あるいは俺がやろうと思ってできなかったことをさせようとした。奴らはどう考えてるのか気になった。奴らは俺じゃねえし、俺の駒でもねえ。その当たり前のことに気づいて、その日から教えることが真似事じゃなくなったんだ。おめえはその点出来がいい。バレエ自体の出来が悪いだけある。今一番ネコマの連中を倒したいと思ってんのは、うちの野郎どもだぞ。もう昔の因縁の相手じゃなくなってるんだよ。だから、ただ楽しみに待ってるよ。How long do we have to wait? IQ movie release date. Yeah, I'm gonna watch the trailer. I haven't watched it yet. Are there subtitles? 目の前に立ちはだかる高い高い壁。頂の景色。頂の景色。俺一人では決して見ることのできない景色。一人ではないのなら。If I'm not alone。お前がコートに君臨する王様なら、そいつを倒して、俺が一番だ。Okay, so it's just recap of the first season。コースを呼んでくれ。そう。プライド以外に何がいるんだ。Damn。They picked the best moments。それを確かめるためにわざわざ試合しに来てんだし。でも俺は剣馬に勝つ。What? Why does he have a cap? Damn, he's looking manly.Alright, this is cool. High Q final. Oh my god. Guys, it's over. What do I watch now? What do I do with my life now? What am I supposed to do now? Wakaranai. Zenzen wakaranai. Okay, guys, thank you for watching High Q series with me.Thank you guys, thanks to all of my patrons, and if you liked my reaction, don't forget to press that like and subscribe button. And if you would like to see full uncut and unedited anime reactions, you can check my Patreon, the link will be down in the description. Yosh, thank you for staying with me on this journey, and
see you guys next time when the movie comes out. またね。